何にしようかな。入れる場所はどこに行きますか？よーし、行くぞー！街の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。薬の調合って結構するから少し多めに取っておこうかな。てやー！ごめんなさい、私これは触れません。毒の材料を取る瞬間ってなんか緊張するよね。よいしょと、よいしょ。あんたこれこれ。この辺りの草で錬金術に使えるのかね。てやーてやー、たくさん取っておかないとね。素材にするとてやーなくなっちゃうし。確か前にこんなの撮ってたような。あれ、これ俺が常備してる非常食の木の実と同じじゃないか。よいしょ。新鮮な木の実は土の香りがするのね。確かにこれは食材じゃなくて素材ね。紹介でも扱ってるけど種類が多すぎてキノコだけは覚えられないの。新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。みんなと冒険できるなんてなんだか夢みたい。取れた。よいしょ。これこれ食べるからありがたいな。何が出るかな。取れた。粉も材料になるのか。錬金術ってのは不思議なもんだな。使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。ドキドキする。冒険ってこういうものなのね。はっ！釣れろー。よいしょ。これうちの大将でも扱ってる材料だ。加工して宝石になんてことないよな。ライザなら機器として素材にしそうだし。使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなんですか。どこに行きますか？よーし、行くぞー。どこに行くの？よーし、行くぞー。ライザさんのアトリエほど珍しいものは置いてないと思いますけど。あ、落ち着きなかったかな。こんな大きな部屋って慣れてないから。大きい？小さい方だと思いますけど。それだと私のアトリエはミニチュアサイズになっちゃうんだけど。お父様、休養が入ったので出かけてくる。こんにちは、ボルカーさん。お邪魔してます。ああ、来ていたのか、ライザさん。ゆっくりしていってくれ。遅くなる。はい、いってらっしゃい。もしかしてパティとボルカーさん喧嘩中だった？あ、いえ、いつも通りでしたけど。ライザさんには喧嘩をしているように見えたんですね。まずいこと言っちゃったかな。なんか空気を変える話題にしないと。そうだ、パティってタオに家庭教師をしてもらってるんだよね。貴族でもいい学校に入るには学力が必要なので。いい学校に入るために家庭教師だなんて、そういうところも貴族らしくてかっこいいな。貴族っていう体裁を保つために無理やりお父様につけられただけです。パティはいい学校に行きたくないの？学校は体裁目的で行くものではないでしょ。勉強なら他の学校でもできるのに。かもしれないけど、せっかく入れるチャンスがあるならそっちに入った方がいいと思う。普通の学校じゃ経験できないようなこともできると思うし、そんな学校とは無縁だった私からしたらとっても羨ましいし憧れるけどな。私はライザさんたちの方が羨ましく思えるわ。私と違って好きなことややりたいことは自由にできるんだもの。やればいいじゃん。ですから、それが許されないのが貴族なんです。でもパティはパティなんだから好きなことできるでしょ。それが許されないんですよ。行きたくない学校を受けさせられるみたいに。だからそういうのがないライザさんたちが私には羨ましく思えるんです。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行くぞー。今日はクラウディアも一緒なの？こんにちは、ロミンさん。いつもお世話になってます。いやいや、こちらこそ。二人とも何かあったの？この前ロミンさんのお店に商品を卸したの。へえ、二人ともお仕事のつながりがあったんだ。いや、でもいいところにちょっとクラウディアにお願いしたいことがあってね。お仕事のお話ですか？そうそう、急に空間フルーツが必要になっちゃってさ、バレンツ商会で扱ってる分少し回してほしいのよ。なるほど。でもあれはうちにとっても看板商品ですから。カズとロシネはこれくらいでどうですか？どれだけ新鮮なら良心的だけどね。今だと在庫の分も買い取る形になるから。そうカズとロシネはってところじゃないかね。いいとこついてきますね。でも最初に提示した額でも買う人はいるので。2人とも一歩も譲る気ないみたい。喧嘩にならないといいんだけど。わかりました。ではうちの在庫を買い切る形ならそれで手を打ちましょう。その時はもう少し値を下げてもらわないとね。ぶっちゃけ在庫処分困ってるんでしょ。全部買い取ってくれるんですね。うん、今この場で在庫全部買い取るわよ。では交渉成立です。いい取引ができました。ほっ、話がまとまったみたいで安心したよ。喧嘩でも始まるんじゃないかと思った。大げさなんだから。これくらいの交渉はいつものことだよ。クラウディアは交渉がうまいからね。いつも楽しませてもらってるよ。私もロミーさんにはいつも勉強させていただいています。あれ？私、ロミーさんに商品を卸すとき交渉したこと一度もないんですけど。だってライザ、交渉なんてできないでしょ？あ、うん、できないけど。だからありがたいし大好きなのよ。まあ適正価格で買い取ってるから安心していいわよ。ロミーさんは良心的な人だからその点安心だけど、ライザも少しは交渉の勉強した方がいいかもね。あれ？あそこにいるのって。クリフォードさん、何読んでるの？あるトレジャーハンターが書いた自叙伝さ。子供の頃から何度も読み返している本なんだ。俺がトレジャーハンターになるきっかけにもなった。ま、俺にとっての起源みたいなもんさ。へえ、トレジャーハンターの自叙伝か。なんだか面白そうかも。お、フィーも興味あるのか。気が合うじゃねえか。どうだ、俺のとこ来ないか。相棒に迎えてやるぜ。やれやれ、釣れないね。どんなことが書いてあるの？教えてやってもいいんだが、いや、やっぱり俺の口から語るもんじゃねえ。興味があるなら今度貸してやるから自分の目で確かめてみな。いいの？じゃあ楽しみにしてるね。どこに行くの？よーし、行くぞー。ライザー、君の武器を見せてもらってもいいかな。私の杖を？別にいいけど。やっぱりだ。ライザたちの武器や防具はもう一工夫すればもっと良くなると思うよ。もう一工夫？この杖もライザが錬金術で作ったんだろ。だからかわからないけど、武器自体の重さや重心、柄の太さなんかの細かい部分が微妙に合ってない。そんなの全然気にしたこともなかった。強度や切れ味にばっかり気を取られてたのかも。まあそういうのは専門家じゃないとね。それでもしよかったらその調整を僕に任せてみないか。もちろんさ。錬金術で作った武器や防具をいじれる機会なんて普通ないからね。こんな時間に買い物かい？どれを鍛えようかな。何を使おうかな。いいもの発見。いい感じ。カンカン叩くよ。かなり強い。鍛え応えがあり、強くなりそうなものは。いいもの発見。こんな感じで大丈夫。せーの。どれを鍛えようかな。何を使おうかな。これとか良さそうだ。カンカン叩くよ。よし、完成。鍛え応えがありそうなのは、強くなりそうなものは。いいもの発見。いい感じ。せーの。よし、完成。どれを鍛えようかな。強くなりそうなものは。いいもの発見。カンカン叩くよ。かなりどれを鍛えようかな。やっぱり別のに。またいつでも遊ぶ。こんな時間に何が必要なんだ。またいつでも。金属を叩く音、デニスさんの工房の方かな。やっぱり。こんにちは、デニスさん。邪魔したらいけないかな。出直そう。デニスさん、また来ますね。行ける場所が広がったよ。よーし。ブニ。何作っちゃおうかな。何にしよう。